飛行百244戦隊は、第2本帝国陸軍の飛行戦隊の一つ。通称号は、卒34,213部隊、軍隊符号は 244FR ないし244回。主として、首都圏防衛の任務に当たっており、近鉄死後に当たるこの絵師団になずらえ、この絵飛行隊と、自他共に称していた。部隊マークは、号を図案化し、 星を三したものを垂直尾翼に描いた。1941年8月、飛行第144戦隊として編成される。1942年4月、西日本方面の防空戦人部隊の新編に伴って、飛行第244戦隊と改称された。歴代戦隊長は、白十愛少佐、村岡新一少佐、藤田隆少佐、 小林照彦少佐。対戦後期に着任24歳という当時陸軍最年少の戦隊長であり、自身もエースパイロットとなる小林少佐が特に有名である。第144戦隊編成時より東京の調布陸軍飛行場を本拠として展開した。当初の装備機は97式戦闘機であったが、1943年7月に3式戦闘機、 飛燕が正式化されると、機種改変を行った。不調の多かった、波40エンジンに悩まされながらも、整備人の努力により、飛燕装備の部隊としては、高い稼働率を維持するに至った。1944年2月、前年9月に、陸軍航空部隊のうち、戦闘戦隊では、中隊編成に代わり新たに、飛行隊編成が敷かれたため、 第244戦隊もこれに移行。時期により異なるが、同年11月の新戦隊長、小林隊着任時にとなっている。この時期、第244戦隊は、連戦により夜間戦闘能力を向上させる。1944年11月からは来週する、b 2 9の溶撃にあたり、新天体による空対空隊あたり攻撃も含めた、 第244戦隊の活躍ぶりは、連日新聞市場をにぎわし、ニュース映画でも取り上げられた。同年12月頃から、浜松陸軍飛行場などに展開、アメリカ海軍機動部隊艦載機の溶撃や、中京地区の防空任務に当たった。1945年4月頃からは、B-29 にも B-51 が、追犯するようになり、 さらなる苦戦を強いられるようになった。なお18回の体当たり攻撃が行われ、戦士は7名であったという。1945年4月下旬、五式戦闘機が正式化されると5月12日には、直ちに全機機種改編。5月15日には、第一総軍司令官、杉山元元水陸軍大将より、部隊勘定が送られた。これによれば、 B-29 撃墜73機、撃破92機、海6回撃墜10機、撃破2機、SB2C 撃墜1機とされている。これは、飛燕装備の飛行船体の中でトップであるという。5月に、チラン陸軍飛行場に展開。5月から6月には、天望作戦に参加し、沖縄戦の特攻機援護等を受け持った。沖縄戦終結後は、 小牧陸軍飛行場、八海地陸軍飛行場と転戦し、編成から一度も外地へ派遣されることなく、終戦を迎え、同年8月末に解体された。第244戦隊のエースとしては、三日月隊長、白井長尾隊員を筆頭に、市川忠和隊員、浅野次郎総長、小原津隊,隊員、幾野綾介隊員、小林照彦少佐。 佐藤権シン順位がある。この他、トップ隊長であった武田五郎隊は戦後は警察予備隊を経た航空自衛隊にて航空総隊司令官航空幕僚長を歴任し、自衛隊制服組のトップである第12大統合幕僚会議議長に就任。元船隊長小林少佐も空事に入隊し、かつて第244船隊も展開していた。 浜松基地にて第一航空団霊下の第一飛行隊長として、教官を務めていたが、1957年に上、上記 T-33 の墜落事故により、殉職している。なお、後に第74代内閣総理大臣となる、竹下登が特別操縦見習ならい士官第4期、操縦者として、芥川龍之介の長男で戦後は、俳優、演出家となる。 白田川博士が整備隊本部府としてそれぞれ第244戦隊に代替していた。ありがとうございます。